おはようございます。ジリアと申します。というわけで今回もねウルトラムーンやっていきましょう。前回また翌日から始まったんでしたっけね。はい、前回ライバルとポケモンが被ってしまったりまさか被るとはね。というわけでね、一応レベル上げを裏でできるところまではサクサクっとやっていきたいんで、もう更新頻度高めでやっていけると思います。レベル上げできるようになったらね、ゆっくりになっていくと思いますよ、これ更新頻度ね。また企画倒れの可能性ももちろんございますので、そこはご了承ください。ではやっていきましょうかね。はーい、行こう。誰が来てんだっけ、誰が来てんの今回は。あれ、あー、いるんだ、外に。あ、リーリュー。あー、やっぱ礼儀だらしいな、ちゃんと家で待ってくれるんだね。ククイ博士に、おう、リーリエ、期待の新人トレーナーを研究所に連れてきてよ。と頼まれたものですが、私案内いたしますね。スカイパシリじゃないか。まあ、女子だもんね。エリ、おー、ママさん。はい、お小遣い。大事に使ってね。やった、これでモンスターボールがいっぱい買える。まあ、これからね、いろんな子供やね、子供や大人からね、金を巻き上げていくストーリーが始まると思いますけども。かわいいお友達。アウロラっていいわね。素敵な出会いばかり。はじめまして。私、リリエと申します。いよいよね。ピチューと一緒。俺じゃねえのかよ。もう。何かとピチューって言われるな。戦闘ポケモンが参照されてるもんな。おい、ティラって言っとけよ。なんでピチューにするんだよ、勝手に。はい、研究所に参りましょうということでね。はい、やっていきましょう。あ、なんだ、置いてっちゃうの？一緒に行かないの？で、前回のキャタピーは裏でレベル上げしないと話にならないんですけども。あーっと、これでは、やばいぞ。このままだと、友人が来てしまう。よし、友人が来る前に、ささっとやっちゃいましょう。どっち？こっちか。おーい。あ、リーリーが小さい声で、おーいって言ってた。スルーされたのね、リーリー。博士の研究所は草むらの先にあります。何でもポケモンに構えて技の調査も図るそうです。リーリー小さい声で、おーいを笑ったわ。トレーナーでは私は、虫除けスプレーが欠かせません。ああ、自分より弱いレベルポケモンが出てこないやつね。でも弱いポケモンだからさ、結局意味ないんじゃないの？実際問題。コスモックは遠いところからやってきた珍しいポケモンなんです。呼ぶと出てくるよね。不思議な力を秘めていて、私、危ないところを助けてもらったこともあります。それより必要としてる人もいてですから、博士や原さん。信頼できる人にだけコスモックのことを教えてます。この子の存在、吊り柱の力のことは、二人の秘密のことより改めてよろしくお願いいたします。そうだ、エリさん。いいことを教えしますね。めっちゃ速いじゃん、走るの。段差だよ。段差を飛び降りると、草むらを通らずに研究所に行けるんです。見ててください。はい！まあまあまあね。研究所にリリエ先行っちゃうの。だから一緒に行こうよ。お前なんで机なんだ。だから多いって言われんだよ。行くぜ何構えてんだよ。行くぜ、膝小僧。誰が膝小僧や。さあ、今回初の犠牲者はこういう、は、まあ、いいか珍しいポケモン来たな。無理無理無理。キャタピーじゃ無理だ。キャタピーじゃ無理だ。まあいいかって珍しいポケモンだなぁ、にしても。へぇ、まあいいかとか出るんだ。リフレクサー！待って、結構めんどくさいんだけど、それ。物理攻撃半減じゃん。まあいいかってなんか印象が、天の尺でバカしか打つ印象しかないんだけど。で、特性が強いんだよね。天の尺。てか早いな、マイカ。まあ、とりあえず木の葉でガンガン押してきますよ。
友人が来てしまいましたね。マジかよ。待たせたな。はーい、というわけでね、別日、これを友人が来た別日に収録しております。というわけでやっていきましょう。前回トレーナー一人倒しただけだと思うんで。まあまあまあ大丈夫でしょう。特に問題ないでしょう。ということで、さっきこのトレーナー倒したんだよね、多分。じゃあ進んでいこうかな。とりあえず草むら通りたいんで草むら通ってきます。ね、眠気覚ましか、これ結構使うやんな。まあ最終的には何でも直しになっちゃうんですけど、まあさあ何か出るかな。キャモメか、キャモメ出るんだ。野生でキャモメね、あのルビーサファイアの頃はね結構お世話になりましたね。いいね。まあこう野生のレベル上げとかはね、あのこれからちょっとポケモンセンターとか解禁されたらちょっと裏でやっていく感じになると思うんですけど。で、ん？あ、トレーナーなの？はい。話しかけちゃった。アローラ、私のキュートなポケモンご覧あれ。耳ロールくせえなぁ。すげえ耳ロール臭いんだけど気のせい？大丈夫？ヤングス！いやいや、主人公にとってはあまりいい思い出ないんじゃないですかね、ヤングスじゃ。そんな可愛くないし、アメリカの人やん。はい、この葉。はい。いいね、上がってくね。10か。で、一応並び替えでキャタピーでも出しとか。移動する、こう。ん？え？海にもいる。ああ、そんな、いいんですか？ポケモンですよ。へえ、いたんだ、こんなとこにも。いきなり序盤からビキニのお姉さんが出てきましたね。ずいぶんと小さくなったな。何かと言わんけど。キャモメー！さあ、これは、無理無理無理。無理や。シーナじゃ無理や。コノハ。よし、倒した。でもキャモメはちょっと今回いいかな。セロ A のゲームなんでね、あまり出せないんですね。出すとこ出せないですね、本当にね。何言ってんすかね。確か研究所が南にある。ああ、ついたついた。え、これは編集じゃないですよ。もういいぞ、言わんか。持ったらもっと思いっきり来るんだ。あれ、僕の体を弱じゃないぜ。なんかこんなジムリーダーいたな。あ、体で鍛える格闘ポケモンのやつ。ふぅ。またですね。ポケモン研究所。趣がありますよね。3ヶ月前からここでお世話になってるのです。助手としては未熟ですが、何かお返ししたいのです。ポケモントレーナーでしたら博士のお役に立てるのに。わーん！福井博士、研究所の中でも技の研究をなさるのです。また屋根が壊れます。洗ってきれいにして白衣もボロボロになるし。私お裁縫とかうまくなくて結局白衣を買うのです。大丈夫、資金源。資金繰り大丈夫ですかね。あー、ブルーと縫いこごまだ。ん、いやあ、クイ博士。ヨエリー、リーリーでもありがとう。まあ、呼ばれたんでね。いや、3連戦くらいしてましたけど。いえいえ、女子ですから。何よりお世話になっていますし。いや、言わんこの差が切れてね。キンキンははかどったよ。ところで、エリーのポケモン館、ちょっと借りるぜ。まだ3匹しか登録してないけど、大丈夫？いや、居心地はどうだいって悪くないよね。これは誰に聞いてんの？それよりも待たせてね。ようやく荷物が取れたんだよ。なんだいリリア、僕は一人言言わないぜ。この、サーム知らない人はね、絶対誰もが言っとると思うね。どこに向かって話しかけてんだって。そう、ロトムね。
そう、ロトム図鑑になってんだよね、確か。ロトム。そう、森の妖怪にいる恐怖の吹き物なんですけど、個人的には。ロトムさんですね。電気の体で機械に入り込むことができる能力をポケモンさんです。びっくりした。全画面変わるだけでびっくりするわ。そう、ロトムの不思議な力を最大限に生かすため、開発された専用のボディにロトムが入ることで完成する新世代のポケモン図鑑、森の妖怪が森の妖怪が望んでない形だわ、これ。ポケモンと人の新しいコミュニケーションの形。ロトム図鑑は世間的にまだ数が少ないレアものだぜ。さらに届いたパーツで図鑑をパワーアップすれば、決定、決定って言わないでよ。その鳴き声やめて。決定って言わないで。あー、すまない、ロトム。驚かしてしまったね。決定。決定って言うな。怖いから。その鳴き声やめろ。ロトム、君の好きな図鑑をパワーアップしたよ。エイの助け、よろしく頼むぜ。決定。決定やめろ。まあ、お前ね、大体ね、洗濯機に入ってることが多いんだけど。おー、すげえ、下画面が。これから、よろろろとしていく。おー、下画面が、ロトムになった。ほら、エリ、ロトムが話せるようになっただろ。まだ波になれたようだ。どうやら気が疲れたようだね。博士、どうしてロトムさんを？ああ、エリはアローラに来たばかりだからね。ロトム図鑑にナビを頼みたくて。ありがとうございます。おう、ロトムを見れば目的地がわかるし、タウンマップも使えるからね。これタウンマップ機能もあるからね。そうそう、ロトム立ち姿はタウンマップ見られるよと。これ下画面が黒、真っ黒じゃなくなるんですよね、要は。アローラー。潮風に誘われ遊びに来たよ。わー。逃げてったぞ、歯を見て。これロフト？秘密です。リーリーの実質なんだろうな、きっと。ポケモンや人が困ったら助けるな、エリーハウ。というわけでロフトはリーリーに貸してるんだよ。そしたらリーリーのポスターがいっぱいあるのかな。ポスターすごいいるから、なんか。じゃあエリー、ロトムズが頼んだぜ。はーい。それがロトム図鑑なんだ。なんだか可愛いな。いざとなったら戦力になるんじゃないの。え、さて、エリ、早く。次行こうぜ、次。はぁ、次。なんか、ブルーとウニコグマ、明日。トレーナーズスクール。うわぁ、懐かしい。響きは懐かしい。ポケモン勝負を通じて、ポケモントレーナーの基礎を学び、知識を身につけるんだよ。大体覚えてんだけどな。まあまあまあね、島み、まあ、経験値になるからね。ハウはどうする？俺楽しくポケモンと遊ぶよ。島巡り。アローナの人々はこれで世界に増えていくのですね。それにしても互いに歩み寄った木曜さんや、手助けしてるロトムさん。星雲ちゃんもそうですし、あなたのそばですとポケモンさんは安心できるのかもしれませんね。エリちゃん補正。リリエ、エリよろしく。エリがロトムになるまで、君が案内してあげてよ。いろんなところ、タッチしてみてると。え？え？下画面タッチするとこんなになんの？え、初めて見た。え、こんな機能あった？え、すごい。あ、で、これクリックするとこうなるのか。なるほどね。これをタッチするとタウンマップになると。へぇ、ロトムのここ触ると。へぇ、かわいい、ロトム。これかわいいな、ロトムこれ。はい、行こう、じゃあ。ロトム遊びができるんだ。下画面寂しくないね。あ、ポケモンセンター解禁する？エリさんのお隣ですね。え？暗いよ、急に。あたりが闇に覆われた？闇に覆われた？星雲ちゃん、大丈夫ですよ。ああ、そういうことか。これは月食といって月の一部が隠れたのです。なんで闇に覆われたんじゃないの？残念。
月食なんか予報されてたか。まあいいか、これまあこれも吉兆だぜ。吉兆？良い兆しということでしょうか。あ、その昔アローラが闇に覆われた時、アローラの吹き物と人々が光闇を打ち消したという。それゆえゼットクレストを集める下麦の起源とも言われる。めっちゃかもわ、なんか疲れたもんな。エリー、ゼットパワーリングを持つ君がゼットクレストを集めてくれると、あ、ゼット技とか使えるようになるからね、アツクリスタ集めれば。クリスタルめっちゃあった覚えるけどな、確か。博士ったら。それではエリーさん、ポケモンセンターに参りましょう。よしよし、ポケモンセンター解禁。あ、なにこれ、下画面。急に暗いのでびっくりしたと。え、なにこれ、こんなのあった、ムーンになかったよね、こんなの。へえ。こんなにちょっとも喋らなかったもん、前回。選択肢はまずなかったはずなんですけども。増えたね。ロトムとの好感度的な。ついにロトムと付き合えんのか。よかったな。はーい。というわけでね。ここまで戻ってきましたね。で、ロトムの図鑑の下にね、フラグが立つようになったんで、次の目的地がわかりやすくなるようになる。わかりやすくなるんですね。わかりやすくなるなんてなんだろう、これ。噛むな、今日結構。調子悪いわ。あ、ポケモンセンター。来た来た。さっき家で休んできたばっかなんですけどね。実は。あー、いたい、来た来た。ね。お姉さんに恥かけると気づいたポケモンたちもすぐに元気に回復してくる。ボランティアだもんね、すげえよね。大丈夫、時給いくら？素晴らしいよね、本当に。いや、そういう意味じゃなくて無料でやってくれるんだよね。パソコンには、そう。これでボックスが管理できたりできるんで、これで、いろいろできるようになるのかな。フレンドリーショップ、うん、気づくしでもモンスターボール買えると。カフェスペース、めったに行かない。めったに行かないやつや。めったに行かないやつや。トレーナーズスクール。あ、もう回復したんでいいです。さっき回復しましたんでいいです。トレーナーズスクールはポケモンセンターの隣だと。なるほどね。アドバイスしてくれて、そしてフラグが立つと。いいね。わかりやすい。こちらのトレーナースクールでは、え？ケンタロスの声がしたんだけど。あー、なんてことでしょう。なんということでしょう。ケンタロスさんが言って、通れないようですね。通れる、通れる。通れるわ。なも道を塞ぐな。まあいいけど。まあトレーナースクールで、まあ、経験値貯めていけばいいってことやな。あ、先回りされてる。おお、いつの間にか追い越してったぜ。ポケモントレーナーの学びはトレーナーズスクールへようこそ。しかし入学はしません。で、ここら辺のトレーナーを全員バッタバッタ倒して次行くんで、入学しませんので、私。ある意味そんな感じだよね、でも主人公って。あ、ククイ博士、その子ですね、レッスンちゃうの。エリーはイケてるからね。厳しいやつを頼むぜ、先生。優しいのでお願いします、本当に。4人だ。エリー。君はここで4人のトレーナーに勝つんだ。それで得られる経験が君と保険を育てるぜ。ちょっとめたいね。え、経験といえばこれ何え、嘘、え、嘘、早っ、え、嘘、早っ。学習装置のスイッチを入れておけば。あー、ですね、結構これ昔はね、全員がもらえるシステムクソだったんですよ。初代の頃の学習装置は、もう経験値の分け前が全然なくって、もうメインのやつも減るしで、もう全然育てられない道具の筆頭という、ゴミの筆頭だったんですけども、だいぶね、なんかね、学習装置がね、強なった。強なったってなんか変やけど、語彙力よ。学習装置の分け前がね、全然、結構もらえるのだったらな、もう、普通のポケモン6分割ってわけじゃないんですよね。結構得するからね、つけときゃいいんや。はーい。いや、4人のトレーナーで勝てばいいんやな。1人はキャプテンなんだぜ。へぇ。というわけで、まあ4人、そう。トレーナーさん4人に勝たなくちゃいけないというわけですけども、あれ結構増えたね、これ。ほら、下。下画面結構増えましたね。リフレに、クイック通信、フェスサークル。フェスサークルっていうのは確かなんか、Wi-Fi つないで、いろんな人とつながるやつだったかな。これ結構お世話になったんですけども、個人的に。で、クイック通信は他の DS と、今回サンムーンとも普通にやりとりできるのかな？それができたりするんですけどもね、はい。
で、じゃあ、学習図に見てみようか。あ、これぐらいは。あ、今はもう、オンになってるのね、すでに。まあ、これはオンでいいと思います。かなり実況でもサクサク上がってくるんでね。はい。レベル上げにも使える。だいぶ有能になったからね。で、よし、OK。じゃあ、早速4人に倒していきましょうかね。まあ多分ここら辺にいたと思うんで、まあ立ってるわ、そもそも。ちゃんとこっちに向いてくれんだね、1位。俺がここに立つ理由、それは最強だからね。ロトムの顔よ、下画面、ほら。下画面、ロトムの顔、呆れとるぞ、おい。呆れとるぞ、本当に。最強だからって、ロトム呆れとるぞ、その言葉聞いて。ほら。他のトレーナー倒してこいってことやな。一斉のでじゃんけん。じゃんけんしてるよ、こいつら。草タイプが一番強いと思うな。からかってます、もちろん。人の困ってる顔ってほんと面白い。4人のトレーナーどこにいるのかな。この人はポケモン勝負の途中で大事な嘘八が寄ったら気づかず使ってあげたい。あっ。なんだ、話かと思ったら普通に来たわ。スポーツ少女。ミニスカートの使い回しって言っちゃダメ。嘘八ね。岩タイプ、確か。こいつと岩タンだった気がする。多分な。嘘八ウソッキーはね、タイプがちょっと分かりづらいんだ。確かそう。ちょっと自信ないんですけど、嘘八は岩タンやったかな、確か。あ、かわいい。嘘の木のアニメーションこんなんなんや。めったに見えへんでな、嘘の木なんだ。サンダースが使うぐらいや、せいぜい。はい、コナさあ、痛い、よしよし。え、でも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 、危ねえ、よかった。ジタバタかよ。あ、気づくじゃん、ほんと使った。まあ、道具使うトレーナーね。まあ、でも、確認だしな。あんま変わらんな。これ、炎タイプ選んでるきつそうやな。キャモメ本当に欲しくなるな。今回はキャモメは捕まえないですけどもね。ちょっと使いたいポケモンいるんで、個人的に。よし。11。驚かす？俺驚かす覚えんの？俺驚かす覚えんの？マジで？まあいいけど。俺驚かす覚えたよ。ついに、幽霊を驚かすことができました。ついに相手を驚かすっていう技を覚えました、僕。実況者を驚かす覚える。さあ、キャタピーが7になりまして、初めての進化画面がやはりキャタピーということになりました。いきなり。実況的にこれ美味しいのかな。おー、すげえ。めっちゃ進化のアニメーションこんなんなんや。久しぶりに見た。めっちゃ何か。お。そしてトランセルになってしまうというね。あまり美味しくねえな、これ。さあ、トランセルに進化しましたね。まだこれじゃちょっと弱い。まあ、進化は、こいつが10になると序盤のお助けよりとなってくれるんですけどもね。揺れて中身がこぼれてしまってちょっと怖いんだけど、怖っ。ちょっと怖いぞ、それ。ホラーだぞ、お前。硬くなる覚えた。そうですね。そうでしょうね。タイミングよく道具を使って戦うポケモンを助けるのよ。そうだね。まあ、道具にはプラスパワーとかいろいろあるけど、めったに使わないな。よほど難しいチャレンジでもない限りね、そういう回避アイテムとかもしないしな。はい、シーニアさんレベル7でね、ストランセル進化しましたけど、実は能力ほとんどこれ変わってないんですよ。防御の取得値が上がったけど、素早さ落ちてたりするしな。中にいんのか？残りのトレーナーって。違うな。この人は？トレーナー？あれだ、ポケモン。あ、先生の爪か、これ。出た、チートアイテム。チートアイテムだ。いろいろと。
あの先生の爪、ま、運だけどね。でも時々これを持ったクラウンスイ君絶対あれで3連打して全部当たるってこともあったからな恐ろしいよなポケモンって。詰まるとこポケモンの耐性まで行くと運ゲーやでな。あ、これトレーナー、トランセル、嘘だろ、まさかトランセル同士の戦いなんのこれやばい、ヤネオ君がするなんか前回もそうですけど、なんかやたらポケモンが被りませんかね。トランセルできた、本当にできた。こちらも取らずにこれサムネだわ、またサムネだわ、これ何これまたかぶった、またかぶったよやたらかぶるな自分先発がかぶってばっかりだから本当に笑える。耐えたり、まあ覚えてるわな、そりゃまあつつくが効果抜群なんで。はい、俺のつつく、どれ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 どうやいいっすね。トランセル、それ木の実使う間もなく死んでったなあいつあ、俺の実ね、まあね、あ、3個もくれんの、ありがとう勝負の最中だからこそ食べるんじゃないのあと他のトレーナー探しに行こうか。うわぁ、ゾロー、ゾローが出てきたぞ。え、なにこれ、ゾローとか出てくんの。え、嘘、序盤でさ、ゾロー出てくるポケモン未だ勝って俺は見たことないわ。マジでこれ欲しいな、ゾローは。え、ゾロは可愛いから欲しい。いやいや、欲しい欲しい、ゾロは。いいなぁ、ゾロはとか出んだ。初めて見た。へぇー。初めて見た。ほんともう、これしか言葉が出ないですわ。めっちゃ驚いた。よし、これで十分やろ。バックで。モンスターボールね。いけるかな、ゾロアで、今までより、今までなんか一番こう、捕獲率が難しいんじゃないか、一番捕獲率は低いはず。あははは、めちゃくちゃ手強いぞ、こいつ。嘘だろ二投目、カーブボールとかないの、カーブボールとか。自己的にも美味しいから、はよ。よし、やっと、ゾロワは嬉しいな、これ。上がった、しかも。いや、ゾロワとか出るんだ、こんな序盤でね。へぇー。普段おしゃべりな子供が、無口になった時や。あー、な、ニックネーム何しようかな。実況的にはね、ちゃんとね、ニックネームつけたいんで、じゃあ、こと。はい、オッケー。おしゃべりとか、無口ってこと言ったんで、じゃあもうことって名前でね。ネーミングセンス自分、ポンポン出てくるからすげえよな。あー、ここにいたのね、もう一人。はい、じゃあ、この人だね。ベトベターか。ベトベターかー。ベトベターきついな、これ。かなりきつくない、ベトベターって、正直。だって、俺、草飛行だし、アローラベトベターもしかも。シーナスで絶対無理だからね。HP 減ってるしね。マジか、結構きついの来たな、ここで。こと、手持ちに入ってるわ、そういや。毒タイプやったから、こうやって毒悪やった思いなんですけどね、ベトベターって。アローラベトベトは。いて。よし、ことレベルよくいきなり。
で、これで4人、3人倒せたんで、さっきの、俺は最強だからねとか言ってた、あいつをね、戦うことができるんで、じゃあそこ行こうか。と語るこの人をね、急に最強とか言い始めましたね。俺は最強だからね。なんやお前。みんな、やられたようだな。だが、俺たちは負けない。アーボの特性を食らいな。威嚇だ。威嚇だわ、アーボって確か。アーボ威嚇でしょ？知ってるよ。覚えてるよ、それぐらい。さあ。スーパーボールができたし、しかもアーボが。シーナ！無理だ、これは。で、走るか、さすがに。アーボって確か毒針なんですよね、初めの技が。また不利だよ。また不利だよ。シーナね、突っ張れないかな。持続的に無理か。どうやっても。でも、毒針きついぞ。大丈夫か？巻きつくやったか。あ、毒針じゃねえ。巻きつくやったか。じゃあ、よかったな。入れ替えでも。弱っ。にいて、お前。シーナも、突進台で、はぁなんだ、この戦い。おい、具だったぞ、これ。負けたし。しかし、しかも負けたし。テト！お前で無限じゃはずや。しかも負けたからな。イカ帰ってるから耐えたりが弱いんだよね。そもそもが。てか、早くねえか。ちょっと待って待って待って。結構食らうぞ、これ。アーボがそもそも強いんだ。テト！いけるか？いけない。次先生で電気ショック打てればいいか。危ないな。やばいやばい。うわやばい。避けろ。あ、静電気ここで発動。遅い。アーボに2体も倒されたけど、もうなんか序盤だからありえることなんこりゃ。ラストコト。新戦力ことがね、まあ、追い打ちで終わると思うんですけども、ほら、焦ってるもん。はい、終わり。最後にいいところだけ取っていきました。特攻高っ。17もあるんだ。攻撃を下げられても勝つ。いやいやいや、もう、諦めないことって言うと、数の暴力って言うんだって、これ。質より量だぜ。そう、威嚇便利だよね。まあ、いいか。強いお前を認めてスペシャルなプレゼント。技マシン。ああ、めったに使わないやつだ。説明その1。技マシンを使うと一瞬でポケモンを技を。そうだね。説明その2。そう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 。技マシンでもヒデマシンでももう使ってもなくならなくなったんだよね、あれ。だからメダルゲームとか選んでよくなったんやんな。あら、チャイムですね。呼び出しのお知らせです。エリさん、2階に来てください。そうかも。まずいことやったわ。はい。じゃあ、今回はちょっと、じゃあ、これぐらいで終わっとこうかな。撮っとる時間がね、もう40分ぐらいになってますね。あんまり編集してないんでね。これ、ものすごい長くなりそうです、今回も。いやー。ポケモンセンターも解禁されて、これからね、ある程度できると思うんでね。はい。ある程度いろいろできたりするんで。じゃあ今回これで終わりたいと思います。次回は呼び出しから始まるのか。